使徒の働き21イスラム教は神から来たのですか？4分。神はイスラム教ですか？カトリック教徒にとって、答えはノー、断固としてノーです。しかし、同じように、バチカン公会議には、イスラムは単一の神への信仰、イエス、キリストがメシアであるという事実、それはその人などです。はい、それは豊かな価値観を含んでいますが、クリスチャンのための巨大な異端も含んでいますか。つまり、イエスのメッセージを特定するすべての否定、神が人にされた、神は三人の一人の神、無限の愛であり、この愛は慈愛の神を友人として愛することが可能であるという事実を聖霊と呼びます。従順なしもべとして、心の友としてだけでなく、神は人に向かって自分を低くして隆起させるので、イスラームが神の心の王となるために、地球と天国の神の友達が協力する可能性を否定している事実。従ってカトリック教徒に祈りを捧げる聖夜だの交わり、彼らは神と一緒に働くので、天国と天使の聖人。カトリック教徒にとって、イスラム教は大きな成功を収めたので、どこから来たのでしょうか。成功したとしても、神様からの祝福だったと言えます。クリスチャンはそのように答えることはできませんが、旧約聖書にある彼らを助ける予言があります。それはアブラハムの子孫の予言です。テキストを注意深く見ると、アブラハムには二人の子供がいることがわかります。私たちはアイザックについて考えます。彼は、マンブレの奥に三位一体の形で神が現れた後、彼が女性の子孫から、アブラハムの正当な妻から現れたために知られている人物です。彼はすべての約束を継承した人ですが、その前に80歳のアブラハムが忘れていました。神の約束が来なかったため、召使いと呼ばれる召使いと主導権を握って眠りました。観点とイシュマエルという息子が生まれた。イシュマエルはアブラハムによって追い出されました。しかし、神がイシュマエルを祝福し、イスラームの予言を非常に明確に予言したという事実が残っています。彼は砂漠に住んでいる男性の野生のお尻のようになる。私たちはイスラム教が不屈の誇りに思って彼の信仰で、彼の手は、私たちはイスラム教が到着した時にどこでも、理由はプライドの行われているこの敵意があることを知っている。彼に対するすべての人とすべての人の手の反対になる。こと弓を持ちます。つまり、それは好戦的な人々になり、兄弟の土地に身を置くことになります。東部キリスト教だけでなく、インドから始まり、イスラム教は至るところで何をしたのでしょうか。私たちはそれが何であるかをパキスタンで見ます。そして神は付け加えます。12人の王はイシュマエルを去り、そしてその後イシュマエルは死ぬでしょう。したがって、これは神が明らかにイシュマエルやイスラムを育てなかったが、事後に彼女を祝福したことを意味します。そしてその理由は何ですか？非常に単純です。たとえキリストの愛、地球上の愛の宗教さえあったとしても、人、司祭、忠実な人が殺す者のために、適切に考えていない人を迫害する。それは人間の誇りによるものです。それはキリスト教のせいではありません。そして、神は、これを回避するために、私たちが地球上にいる限り、世界を6つ、7つ、8つの異なるグループに分割します。イスラム教は救いにつながりませんが、バチカン2が示すように、救いの準備が含まれています。死の時の神が私たちに友達になってほしいと思った時に、謙虚な僕として神を崇拝することです。それは逆に私たちを神から遠ざけるのではなく、それは私たちが神の福音に入る準備をします。キリスト教徒が彼らに自分を示したとき、彼らの死の時にイスラム教徒に何が起こるか。